こんばんは、平井弘明です。今回はですね、スイング軌道がアウトサイドインになってしまう方、悩んでる方、結構僕レッスンで聞くんですけども、どうしても上から来てアウトサイドインにスイング軌道がなってしまって、それを直したい。ゴルフのスイングはアウトサイドインが基本なんです。なんで直さない方がいいですね。まあ、そのアウトサイドインについてちょっと動画を詳しく解説しながら撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。先ほども言いました、そもそもゴルフのスイングってアウトサイドインが基本的な動きになるんですよ。例えばアウトサイドインを直したい方は、なぜ直したいのかっていうのがはっきり答えられた方がもちろんいいんです。例えば高い球が打ちたい、ドローが打ちたい、両方打ちたい、ハイドローですね。こういうことが原因となってインサイドアウトにしたくなってくる方も多いと思うんですけども、インサイドアウトのデメリットはめちゃくちゃ多いですよ。まずロングアイアンがダフリチーピンが出るでしょうね。ミスヒットが、もちろんドロー回転になればスピン量が減るので球は本当は上がりづらくなっちゃいますよね。アプローチでインサイドアウトに多少なったら噛みますよね、ダフりますよね。バンカーでインサイドアウトに振ったらシャンク出ますよね。いろいろ出ちゃうんですよね。以上ですね。だからもちろん度合いにもよるんですよ。その極端にインサイドアウトだったり極端にアウトサイドインだと、もちろん両方良くないんですよ。程よくインサイドアウトアウトサイドインだったら、10回ラウンドしたらスコアどっちがいいのって言ったら、僕の予想はアウトサイドインの方がスコアはいいと思います。それはなぜかというと、アウトサイドインって単純にクラブが上から来るんで、ボールへのコンタクトがすごくしやすいっていうのがまず大きい利点ですよね。よく曲げに行かないためにドライバーショット打つとかアイアンショット打つってよく置きに行くって言うんですよ。要はアンパイを打つ時にドローって打てないんですよ。スライスフェードが一番置きに行きやすい球筋。それはアウトサイドインに多少カットに振った方が、そういう球筋っていうのは出やすいので、アウトサイドインにメリットがありますよね。だからそういうスコアとか球筋を操る技術に関して、アウトサイドインってすごくメリットがあるんですよ。なのでもちろんインサイドアウトにしたい方は、インサイドアウトのメリットを感じてるからやると思うんですけども、それがアウトサイドインを上回ってればやる価値はあると思うんですが、例えば格好だったりハイドローですよね。ハイドローを打ちたいがためにっていうだけの理由ですと、スコアとは全く関係ないので、もしかしたらゴルフが壊れてしまうかもしれないんですね。だからそういう危険性もあるっていうことを理解した上で、アウトサイドインの方がインサイドアウトに直すことの方がいいですかね。例えば今世の中にざっとある理論の中で、インサイドアウトにしてドローを打ちたい、高い球を打ちたいって言ってましたけども、でも手打ちは打ちたくないんですよね。体で打ちたいんですよね。ボディーターンで打つのと手打ちはやりたくない。これだとドローって打てない。多少なりとも体の回転スピードよりもクラブがスピードを上回ってないとドローっていうのは打ちづらいですよ。ボディーターンもそうなんですけど、ボディーターンをすればするほど、要はドローを打つのにクラブのスピードが上回ってないといけないって今言いましたけども、したらもっともっとボディーターンをしたらクラブをもっと早く振らないとドローっていうのは打ちづらくなっちゃうんですよ。なんでそれもやらないとドローっていうのはインサイドアウトにしたからって出るわけではないんですね。そもそもインサイドアウトでドローを打つことは僕はしないので、僕はプレーン上にクラブをまっすぐ、まあ理想ですけど、まっすぐまっすぐクラブを振って、多少フェースを開いて入れてきて、インパクトのところでゼロにして、そこからすぐフェースを返してボールにこういう回転を加えながらドローを打つんで、インサイドアウトには振ってないんですよ。でもドローは出ます。インサイドアウトに振るんだったらフェースローテーションは加えないで、こういう感じですよね。こういう感じの意識でドローを打っていかないと、なかなかいいドローって決まってこないですよ。だそういうのがちゃんと理解した上でインサイドアウトに変更する方がいいと思うんです。ただヘアウェイウッドなんかはインサイドアウトにしたらチョロが出ると思うんですよ。もしくはトップボールで右に低い球、
が出やすくなるんで、あんまりヘアウッドでのインサイドアウトはおすすめしないです。そもそもインサイドアウト自体をおすすめしないので、ヘアウェイウッドはって言ってますけど、全クラブあんまりおすすめはしないですね。僕のスイングのイメージとしては、体の正面に対してクラブが右上から左下に振るイメージはめちゃくちゃ強く持って打ってます。イメージとしては右上に上げて左下に振る。今体回転してないんでこういう動きになってますけど、これ体回転すると右上に上げて左下に振るイメージ。これで体の回転がもっと速くなるとクラブ軌道がインサイドに入るんで、プレーンプレーンに勝手になるんですね。軽く打ってみましょうか。アウトサイドインのイメージ、右上から左下のイメージでちょっと軽く打ってみますね。こういうイメージ、ストレート系か若干フェード系。今度逆にインサイドアウトに打ってみます。と大げさにやりすぎちゃったかな。ダフリフック OB だと思います、多分アイアンで。もう一回ちょっと今のも真面目に打ったんですけど、もうちょっと可能性のある、ダメだね、下から煽ってますね。距離が出ない、ただ高いドローになっちゃった球なんで、インサイドアウトっていうのはこういうデメリットというか、良くない球も出やすいっていうことなんですよ。なのでこれを注意していただきたいポイントなので、例えば林の中からティーショット左に曲げて、左の林からグリーンにこうやって低い球で狙う時とかはインサイドアウトで打つとすごいいいフックがかかるんで、そういうところなんかは打ったりしていいですけど、本当にそのインサイドから入れるとクラブがきっちりインパクトで戻ってこなかったらダフるんですよ。ただでさえクラブって寝やすい、遅れやすいのに、そこからインサイドに来たら絶対にクラブっていうのは一回下にワンタッチする確率って高くなるんですね。それでダフりやすくなって、ダフって要はヒールが先につくんでクルンって返るんですよ。それで左に行くことって多いんで、インサイドから来て右にプッシュするだけではないんですよ。両方右も左も出るんで、これは注意していただきたいポイントになるんですけども、あとはインサイドから来て、とにかく全てそうなんですけど、こうフェースをゼロに戻さなかったらクラブってこう起こせないんですよ。ちょっと話整理すると、まっすぐ構えてまっすぐ上げて戻す時にも、クラブがインパクトでこうやってまっすぐ戻ってこなかったらストレートボールは出ないと思うんですよ。で、その時に戻す強さあるじゃないですか。それよりもインサイドから来た時にはもっと強く戻さなかったらクラブっていうのはまっすぐ戻ってこないんで、より強い右手の押しだったり左手のターンをインパクトのところでやってあげないと、インサイドアウトっていうのはこうやってまっすぐに戻ってこないので、相当リストだったり、とにかく腕力が強くないとインサイドアウトでナイスドローだったりストレートボールっぽい球が打てることっていうのは確率って相当低くなっちゃうんで、そこは理解していただきたいポイントになります。だから本当に技量だったり、もちろんパワーだったり、そういうものが必要になってくるんですよ。クラブってもちろん重力があるんで、上に上げたら下に降りるんですよ。なんで右上から左下って僕言いましたけども、それって上から下に落としてるんで、あんまりパワーっていらないんですよ。こうやって楽にポンって振っても全然球っていうのは強く出るんですけど、下からインサイドアウトっていうのは下から上に振っちゃうことがもうほとんどなんですよ。低い位置から低い位置には振れないので、低い位置が右側だったら左側は絶対高い位置に抜けるんですよ。なんでクラブを下から上に上げないといけないですね。そうなってくると、長いクラブになったらどうなっちゃうんですか、短いクラブになったらどうなっちゃうんですかって、いろんなミスが出ちゃうんですね。そこはすごい怖いことなので、例えばドライバーのチーピンなんかは本当に下から上に振っちゃってこういう球が出るんですよ。これインサイドアウトにこうやって振ってるんで、ドライブ回転っぽい感じでボールが飛んでくるんですね。そうすると左に巻く球が出やすいので、それはもう本当怖いんですよ。
だから単純にまっすぐ構えてまっすぐの軌道で打ってあげるとボールっていうのはもちろんまっすぐ飛びやすいので、あんまり特殊なことっていうのはやるのはあんまおすすめしないんですよ。ターゲットに対してなるべく体の回転に沿ってまっすぐ上げてまっすぐ下ろしてあげるっていう動きをイメージして打ってあげた方がいいと思いますね。それには右上から左下のイメージがあると体の回転が加わるんで、自然と軌道っていうのはまっすぐになってくるっていうことを理解していただいた方がいいと思いますね。だから体を振れば振るほどクラブがインサイドから来るんで、インサイドアウトを意識すると余計にこうなりますよ、インサイドアウトになりますよっていうのだけ理解して打っていただいた方がいいと思います。アウトサイドインの方は継続してアウトサイドインで打っていただきたいと思います。そう、アウトサイドインの方はグッドボタンの方お願いいたします。そう、ちょっとでも気に入っていただけたらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。